で、これ結構2の方の練習にもなるんですけど、はい。その、結局テニスってボールが来た方向にそのまま返すと楽なんです。はい、あの、クロスから来たのをクロスとか。変えないで。簡単なんですけど、その逆が難しくて、クロス、ストレートから来たのをクロスに返すっていう、それ難しいショットなんですよ、コントロールは。はい、いや結構試合の中でよくあるっていうか、それをやらないと勝てないと思うので、そのテニスって。なので、ストレートに打たれた時にクロスに返せるっていう、そのコントロールがしっかりできるっていうのが、やっぱり大事になると思う。で、その、それもあって、センターからスタートさせてるのもあります。なるほど、ストレートが浅くて甘ければアングルにカウンターに返してもいいっていうルールを付け加えても面白いと思いますし、まあ、一も勉強になります。そうですね、はい、まあ、正しい選択をしてればこうそんなに、なんていうんでしょう、途切れないでできるというか、ボール使わないでできるかなと思いますね。これは別にあのニュートラルの練習なので、はい、まあ、ミスとそんなに連発するような練習ではないので、やっぱり少ない球でやってほしいですね。そうですよね。結構これ、だから、本当は球出し役もいらないです。形で4球ぐらいでやってほしいですね、これは。でも本当、アジアとか一部の学校は、下手したら2、3球で2、3分ぐらいずっとやってそうな感じですよね、多分。ああ、そうですね。上手い人はそうですね。なんか球筋がぶれないような気がしていて。はい。球筋がやっぱ安定してるってことは、しっかり止まって打ててる証拠だと思うので。まあ、逆に言うと、これでボールを使わないで済むラリーの精度が試合の精度っていう感じですかね。そうですね、うん、試合はやっぱり2球でやりますし、そうですね、1ポイント使わないんで、うん、まあ、球数は実際そんなにいらない練習ですね、うん、僕の中ではまだここまでアップだと思ってて、はい、なるほど、学生から見たらバップじゃなくて練習って思うのがいいんですけど、うん、まあ、まだまだ浸透してない、うん、まあ、僕はまだそんなに入って間もないので、うん、まあ、難しいと思うけど、はい、一番優しい練習って伊藤さん最初おっしゃってたのは、その展開する側が片方だったり逆疲れるってことはないですもんね、これだと。そうですね、その条件が結構これ緩いと思うんです、この練習は。うんうんうん、好きな時に打っていいので。そうですね、確かに。はい、ただこれが、本当はやらせたかったのは、1の方がクロス、クロス、ストレートをずっと続けるっていう、そういう練習をやったんですね。絶対ストレートに打たなきゃいけないっていうのを、うんうんうん、頭を使ってストレート打って、で、はい、次のサイドに行って、またクロス、クロス、ストレートでやる、うんうん、そういう練習。まさに昨日アップした動画だ。はい、そうです。で、あ、試合は要はあれの繰り返しって言ってましたね、関口。そうですね。じゃあクロス、クロス、ストレートですけど、はい、その1球目のクロスと2球目のクロスがやっぱり違うっていうところも考えてて、確かに。1球目はとってもオープンコートに打たれてディフェンス気味のクロスですけど、はい、1球目のクロスは、そのやっぱ次のストレートを打ちやすくするためのクロスにしないといけない、まあ、ちょっと若干攻めていくか、ちょっと崩しに行きたいストクロス で3球の甘いボールをしっかり展開する、でその次のリカバーもしっかりするっていう、そういうボールですね。なんかつながってこうストーリーになってるみたいな感じですよね、多分。そうですね、さっきのもちょっと今これ一回止めますね。あの、これもよくある練習のケースだと思うんですけど、結構自分の打ったボールで皆さん、あの、
一喜一憂というか、それで体止まっちゃう方も多いですよね。はい。うん。なんか、それもちょっと、もう打ったボール変えられないんで、早く次っていうのは、練習からやっぱり必要なんだなっていうのを思いますね。そうですね。うん、まあ、打った後のそのリカバーっていうのはやっぱりセットでやっておかないといけないので、自分が打った場所がここだからここに戻るっていう、何かやっぱ明確なのがあったらいいなと思います。そうですね。なんかもうちょっとこう自分の打感が悪かっただけで、なんかもう急激に落ち込んで止まる人いません？なんか。ああ、いますね。僕止まってる場合じゃないと怒るんですけど。うん、そうですよね。やっぱそのアジア の, あの堀内監督によく言われたのが、やっぱミスヒットした時こそいい場所に動けってすぐ言われます。ああ、なるほど、うんうん。悪いショット打ったんだったらいい場所に行けって。とにかく、やっぱ悪い場所打ってるのに、悪いショット打ったのに、はい、悪い場所にいるから、さらに、うん、やっぱ相手もプレッシャーかかんないし、そうです、決められやすくなってしまうんで、やっぱ悪いショット打ってしまったら、それなりにいい場所にすぐ行かないと、相手にプレッシャーかかんない。少しでも、相手がそれでまあ、何かミスしてくれるかもしれないし。そうですね。うん、やっぱテニスはメンタルのスポーツなんで、その、うんうんうん、チャンスボール来ても相手が結構ポジション良かったら、やっぱちょっと無理したりとか。嫌ですよね。なんか嫌ですね。確かに。それも本当すごい大事ですね、なんか。はい、なんかこう。メンタルスポーツなので、はい、いや、ダメも大事ですね。いや、動き止まっちゃったり、こう、うわーとか言ってる人見ると、いや、そんなの別にいつもそうでしょっていう思っちゃいますけど、なんかたまにミスする人が、ね、うん、はい、ミスしてなんかショック受けるのは分かるんですけど、うんうん、っていうところもちょっとそうですね、ミス、あの本当のミスじゃなければただのミスヒットなので、入ってる、ね、だったら、まあ、ヒットだったらやっぱり続けましょうっていうのは大事ですね。分かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。